はい、皆さんこんにちは、モロトフです。キングアンダーザマウンテン、続きをねやっていきましょうかね。いや、おかげさまで皆さんにたくさん見られているような感じなので、なんとかね続けていきたいですよね。ただなんですけども、こちらこの方、ヘルカさんね、死んじゃいました。落石っていうの、ここはね、いわゆる山の中ですね。ここずっと掘ってったんですよ、一生懸命。この人がね、一人で。だけど結局ここ全部掘った時点で、まあ岩がね崩れちゃってね、天井が、それによってこのヘルカさんが死んじゃいました。よってここに書いてあるんですけども、ポピュレーション、人口6人になっちゃいましたね。デッドが1人ですね。で、残ってる6人っていうのはこんな感じだね。うん、いやー厳しいな。で、もっとねマイナーを増やしたいなと思ったんだけど、マイナー増やせないんですよ。理由はなんでかっていうと、リソースを見ると、前回もお話ししましたけど、ピックアックスがね、結局一つしかなくて、余りがないんですよね。だから、マイナーの職業をね、3人増やしたとしても、結局一人だけしかやらないよっていう状況なんですね。厳しいな。でね、コメントいただいた中で、今後ね、こういう落石を防ぐためには、ピラーを置いた方がいいよと、ピラーありますよね、と言われました。確かにあったなぁと思いましたね。どこだっけ、ピラー。ここだね、ここ。ピラーがあるんで、これを一個一個ちゃんと置いていかないと大変なことになるっていうことが、まあ今回分かりましたね。だから一個ね、ストーンで作ろうね。真ん中はここか、一個作って、あとはここの真ん中にも作ろうかな。いやー、ほんと怖かったな。これ4個作っとこう、真ん中にね。ちょうどこれで真ん中だと思うんで、4個作っときましょう。はい、甘かったね。じゃあ続きをやっていきましょうか。おいしょっと。いやー、この人も出れんの、これ。出れないよね。先にこれちょっとやっとかないとまずいんじゃないの、こっち指示。ね。そうした場合は、オーダーで、マインですよ、ということで、かっこ悪いんだけど、ここちょっとやって全部。おいしょ、よいしょ。ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。この人出れなくなっちゃうんで。優先順位としてこっちが先だよ、みたいなことは言えないのかな。やっぱりこっち掘ってんのかな。ってことはこっちは一回やめてみたいな。お、でも移動したぞ。あ、ご飯食べてるみたいですね。そうだね。レーション食べてます。レーションも限られてくるから、だんだんね、怖いけど。そういう意味だとさっき言った通り、ちょっとリムーブして、よいしょ。向こう側行ってもらいましょう。この人が出れないからね。多分この人めちゃくちゃお腹減ってたりするんじゃないかな。死体を見た。リムワールドみたいだね。死体を見ると気分が悪くなるということですね。あ、寝ちゃったよ。いやー、これ夜かな。21時だもんね。うん。扉もちゃんと開くアニメーションがあっていいね。みんな雑魚寝。いやー、かわいそう。これ何しに行ってんだ、これは。なんか撮ってんのかな？ね。あ、サンドストーンブロックを取ってってるようですね。サンドストーンブロックはここに山積みにしてんのか。だけどここって結構もういっぱいいっぱいな感じもあるね。うん、早々に中にちゃんとした施設を作りたいなと思うんですけども。もしくはここもう少しね、増やそうか。そうだね。ストックパイルをちょっとだけ増やしていきましょう。ストックパイル。これはなんだ？リソースだろうな。リソースをこんだけ増やそう。お？これ何作ってんだ？なかなかみんな手が回ってないからね。バレルステイブズということで、まあ、あれだよね。樽の、なんか道具、材料を作ってるみたいだね。そんな指示は出したつもりは、ないんですけども。だけど、ここに書いてあるな。あ、プロデューシングバレルって書いてあるな。プロデューシングバレルやっちゃってんのか、我々は。一回ちょっと止めてみたけど、どうなるんだろう。ちょっと置いといてみようかね。はいはい。なかなかわからないとこだらけで、まあその手探り感がたまらないといった感じではあるんだけどね。そしたらば、おしよしよしよし。一通りここは、こういう感じ。死体どうすんだ？死体は。ヘルカの死体はどうすればいいんだろうか。ゾーニングでなんかあるかな。死体なんか、あるね。よし、お墓。そうだな、ここにしよう、お墓。ね、ヘルカのお墓、ここにしましょう。おいしと。
さあ今後ね、人口が増えていくのか、もしくはね、そのまま6人体制でいくのかはわからないですけども、よしよし、早くこのピラーを作ってほしい。ピラーを作るにはどうやったらいいんでしょうか。サンドストーンブロックを4つ、ここに持ってくればピラーができるんじゃないのかな。置いてるね。あ、4つ置いてあるね。そしたらどうやって作るんだろう。結構このゲーム奥深そうだから、お、作ってる作ってる。あれ、これは何、これはベッド。まだプランクですね。プランクが必要だって言ってますね。よし、作った。よし、サンドストーンピラーが作られましたね。このゲームはね、結構ね、石の種類多いんですよ。だから様々なピラーが作られるかもしれないね。これ、状況によっては。よしよしよし。じゃあ、引き続き掘りをもっともっと進めてってもらおうかな。ここでしょ?こんな感じかな?ね。あと明るくしてほしいんだけどな、もうちょっと。そういう意味だと、ランタン?ランタン作りたいね。ランタンはこれですね。メタルを必要とするのか。そうか。メタル持ってきてるな、微妙に。ちょっとランタンは大事だから、一個ここに置いて、もう一個ここに置いて、あと、ここの部屋にも必要だよね。二個ぐらいちょっと置いとこうか。こんな感じで。ひょっとしたらここら辺も必要かもしれないけど。うん。よしよしよし。すごいね。作ってる。ベッド作りました。やったね。ベッド。このバーチのベッドですね。こっちもバーチのベッドだけど、色違いなんだ。でもこれでみんな今後ゆっくり寝れるんじゃないかな。さあ、もり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 食べてますけど、食料とかがね、一回こっちの画面に入らないと一覧で見えないからちょっと見にくいですね。食料大丈夫かな?レーション、レーション、レーション、レーションないぞ。あった、レーション。現在レーションは314個あるね。なんか大丈夫そうな気がするね、まだ当分。よしよしよし。置いて、これをこっちに置くの?おー。え、これどこに持ってくの?あれ、なんか迷ってない?よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょと。なかなか迷って、あー、ここに出てくるの迷っちゃうのかな、結構。あ、わかった。暗いからだ。暗いから迷ってんだ。なかなかこのゲーム深いね。早くランタンを作るべきだったの、一番最初に。まあ、今回がね、初回プレイなんで、もし面白ければね、シーズン2ということで、さらにね、知識を蓄えてね、やっていきたいなと思うんで、ぜひね、続けてほしいっていう方いらっしゃったらね、いいねボタンでお知らせくれるとね、わかりやすくてありがたいです。はい。ん?これは?光ついたの?スチールランタン。お!何もやってない。なんか火を灯すためになんかありそうだな、これ。もしくは今の時点で火灯ってんのかな?ちょっとわかんないけど。皆さんどんな、あ、やっぱりダメだ。ワークベンチほど、捨てちゃったようですね。もう一回ちょっと作り直そう。今回はストーンで作りますね。ストーンがめちゃくちゃあるからね。あ、光ってる。こことここは若干明るさが違いますね。この人何やってんだろう。一人で。あ、何もしてない。ぼーっとしてる。ぜひここに寝ていただければと思うんですけども。あとこちらの死体をね、ちゃんと取り除いてくれるとありがたいんだけどな。残りの人たちは何してる?水を飲んだりしてんのかな?彼女は死んでないよな。スリーピングですね。なんとか今回はすべてのベッドをね、作ってあげたい。おっと、彼女は何しに行くの?喉乾いたんだよな。そっか。バケツに水とか入んないのかな?そうか。ゾーニングで、いろいろキッチンとか作れば水とかやってくれそうだな。じゃあここをちょっと暫定的キッチンにしましょうか。ね、ここ暫定的なキッチン。そして、ウォーターバレル、あった。ウォーターバレルをここに置きましょう。そうすれば、かなりね、飲み物、余裕が出てくんじゃないのかな。あとは、ベイカーズショップなんかもあるよ。ベイカーズショップもやってもらおうか、ストーンで。よし。で、ベイカーズオーブンで作ればいいのか。そのためには、やっぱり、ゾーンが小さすぎるということですね。ゾーニングを拡大すると。おいしょ。
で、ベイカーズオーブン、ここにちょっと作っとこうかな。今後はちゃんと室内に作りたいんだけどね。うん。持ってった。ポツポツと。綺麗だね、このゲームは。死体持ってってほしいんだけど、そういう指示が出せないですね。彼女ぼーっとしてる？まだアイドリングしてるね。死体を見ている。ずっと。あ、わかった。ぼーっとしてる理由がわかった。動けないんだ。じゃあ、オーダーで、マインですね。ここだ。よし、あとここもだ。結構マイニングするべきところがいっぱいあったな。はいはい、マイナーさん、行ってください。そして、これバケツ置いたでしょ？置いたね。水入れて？お、水入れてる。よしよしよし。水入れてますね、今。はい、入った。お、ナイス。2個。これで今飲む。飲んでる。飲んだら1個になっちゃったりして。あ、1.9 だ。1回飲むごとに 0.1 か。ってことは20杯ぐらい飲めるよってことだね。お、さらに 3.8 だからこの人、組んできた。ナイスナイス。よしよしよし。あとはプランクとかは減ってる？大丈夫？バーチのプランクが6個か。あと16個あるから、まあ大丈夫そうだな。うん。さあさあさあ、カンカンやって。よし、できたね。そしたらば、彼女はもうアイドリングしなくていいんだよ、と。ハッピネスがマイナス40ですね。ベリーサースティということで、飲み物早く飲んでほしいな。っていうか、ここら辺をちゃんと勝たせてほしいな。わかったぞ。ストーンが勝たせないんだ。うわぁ。序盤、もっとストーン置き場としてがっつり、ストックパイルを用意した方がいいですね。それがわかった。多分、こんぐらい用意しといた方がいいよ。いけいけいけ。なかなか気づくのが遅いですけど。ちょっと早送りしようかな。おいしょ。スッスッスッと。皆さん、スッスッやってください。なんとかこの3つの部屋を有効活用したいね。ベッドはきっちり置いてね。やっていきたいけど。彼女何やってんの？アイドリング激しいな。そうか、ハピネスがマイナス40だと効率的に動いてくれないんだ。特にドリンクがないぞ。飲んでくれんのか。結構飢えちゃいそう。やばいな。じゃあここになんか置こうか？ドリンク。しょうがないな。こうして、そうだな。キッチン。ポット。で、ここにドリンク置こう。ね。ウォーターバレル。おいし。作ってあげて。彼女がもうヘロヘロだ。よしよしよし。よしよし。はいはい。ああ、彼女寝ちゃった。大丈夫か。寝れないんだよ。もう、苦しくて寝れないんだよ、これ。かわいそうすぎる。ね。ああ。寝れないし、マイナス70、マイナス60。他の人たちも寝てしまってるかもしれない。寝てる。Z マークとか欲しいね。寝てんだか起きてんだかわかんないよな。おっと。来たぞ。一人勇者が現れた。お、おっさんですね。喉乾いてる。こっから近くは、飲み物がここにあるんだよな。気づかないのかな？うん。結構やり方がありそうだな。よし。バレル置いたぞ。いつでも飲めるようにしてあげたい。一番最初は多分ね、ライフラインをきっちりすることだな。うん。あ、大丈夫か？死んじゃった？あ、死んだ！あ、喉が渇いて死んじゃった。きつい。喉が渇いて死んじゃった。いやー、悪いことしたな。死体はここに果たして置いてくれんのか、それとも何かファーニチャーを作らなきゃいけないね。おうおう、グレイブ。あー。お墓を作んないと多分ダメだな。そういうことね。じゃあ、そうだな。1個、2個、こんな感じでお墓作っとこう。結局何作るんでもまた材料が必要だから、面白いね、このゲーム。次回もう一回ちょっとやり直そうかな。ただ、目標決めていこう。ライフラインをきっちりね。確保するために、まず一部屋作って、ベッド作って、近くに、この水だるだね。水だるをちゃんと横に置くっていう感じでやろうかな。ね。はい。今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。
続きはね、見たいっていう方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。そして普段はね、ツイッターで情報を発信してますので、そちらもチェックしてみてください。それでは。